今日はクリスマスイブです。イブです。ねねは小学校行ってて、パパはお仕事行きました。いました、誰かも。次やるよ。今日クリスマスパーティーするから、ご飯作るの手伝ってね。いいよ。いい、はい、ダイソー行ってきました。ね、いろいろ買ってきたんだよね。ね、これも買ってきたんだよね。キーとネネの帽子、お皿も買いました。何買ったの？プリンセスとワンちゃん。ワンちゃん、ワンちゃんのお皿、これもパーティーの時使おうかなと思ってね。ワンワン、テーブルペーパー、じゃじゃん、ママのレース、これも売ってたんで、エプロン200円だって。それは、あ、そうだね、子供用のワンピース。で、これはパパとママ用の帽子。2個で100円だった、これは。写真撮れちゃうね。イエーイ。イエーイ。あ、キキサンタです。おー、かわいい。ご飯作りますよ。よし、食べる。イエイイエイイエイ。よし、じゃあ今日はこれを作ります。パエリア。パエリア、これだよ、パエリアって。これ何かわかる？エビ。エビ。これはタコ。惜しい。イカ。これはイカ。カエ。今日はこれを入れてきます。すごいよね、うん、これはね、イオンにこのまま売ってたの、パエリアセットって言って。まずは具材を並べる。フライパンにお米、よく振った本品を入れ、本品ってこれね、軽くかき混ぜたら平らにならして、水気を切ったお魚、野菜を並べます。はい、じゃあ1杯目、すごい匂い。匂い嗅いでみて。わぁ、すごい匂い。一緒に入れようか。ブシャってなりそうだから。紐持って。せーの。よいしょー。うぉー。混ぜるって、少し。あー、気持ち悪い。そしたら今度は、この具材を並べていくの。で、こういう感じに作りたいのね。ね、任せていい？いいよ。 OK、 じゃあお願いします。はい、あ、おいしょ。お姉ちゃん見に行く？どうも見学に来ました。どう、いい感じ？うん。お、オッケー。で、あとは、おう、あ、キキシール。まあいいか。キキ、ありがとうね。すごいね。さすがって言った。さすが。このまま加熱してきます。最初は強火にかけて、沸騰したらそのまま1分加熱します。蓋をして中火で5分、弱火で15分加熱します。簡単だね。よいしょ。これもイオンで買ったやつなんですけど、骨付きグリルチキン焼いていきます。並べる。水入れよっと。メリークリスマス。
メリークリスマス。おい。よし。かわいい。いいじゃん、いいじゃん。ありがとうね。帽子あるんだ、帽子。帽子あるって。帽子。これパパ。これねえねえ。キキのはどこだ？これ。ね、ワンピースも買ってきたんだけど。あ、それでいい？キキワンピースけど。テープルじゃない。すごくない？こんなのがダイソーにあるんだよ。皆さん手を合わせてください。感謝を込めていただきます。いただきます。乾杯乾杯乾杯。すげえケーキ、すごい頑張ってすごいじゃん、キキ。じゃあ、イカ食べて。パエリアです。イカ食べていい、キキ。いや、キキお店屋さんじゃない？やるじゃん、キキ、うん、めっちゃうまそう。いただきます。はい、皆さん、はい、ポーズ。オッケー。うまい。うまい。このチキン結構酸っぱい。帽子ちっちゃくね、なんか。ちっちゃいよ。大人よってがっつり書いてあったんだけど。マジで？うん。全然大人、全然子供用だよ、これ多分。ありがとう。はい。イエーイ。めっちゃ偏ってんな。貝しか乗ってないんだけど。よかったね。2学期は何が楽しかったの？あの、お店屋さん。お店屋さんのあれか。ケーキ屋さんした。ケーキ屋さんやってたね。痛い。痛い？噛んじゃった。どこ？お肉だと思って噛んじゃったの。どこ？指。噛んじゃ。チキンかと思って自分の指噛んじゃった。キキ作ったお米食べてみる？何？最後に食べる。最後に食べる。プレゼント楽しみだね。でね、パパとママに何お願いしたんだっけ？筆箱。もう実は買ってんじゃん。もう一度。じゃあ、まあ、パパとママからもう勝手に決まってんじゃん。キキはパパとママのプレゼント何食べるんだって？チェックバーガー。ごちそうさまでした。サンキュー、キキ、うん、サンキュー。うまかったよ、うん、よかったね、頑張ったもんね。じゃあプレゼントタイムにする？イエーイ、プレゼントだ。早く行ってちょうだい。緊張するの？うん、嬉しいからね。鍋さん似ておくれ。まずゴーからだな。はい、ゴープレゼントどうぞ。映ってる？イエーイ、映ってます。笑ってるゴー。イエーイ、やったね、ゴー。ほら、プレゼント。緊張する。わー、ほら、次は綺麗しよう。じゃじゃーん、どうぞ。お、キッズボードです。ありがとう、ありがとう。じゃあ最後ねね。はい、どうぞ。ありがとう。開けてください。はい、開けてみてください。何だった？筆箱？塩ラーメン。違うじゃん。なんだよ。筆箱。ちゃんとくれよ。サンプルかお前。いやね、のプロセス。はい、どうぞ。ありがとう。やったー！消しゴムまで買ってくれた。夢みたいに広い。
だった札幌一番出てきた時びっくりした、うん、えって思ったの。筆箱ってなんかちっちゃいな。なんで筆箱が四角なんだって思った。最後まで見てくれてありがとう。ママとパパもありがとう。どういたしまして。ママとパパもありがとう。おー、バイバーイ。